はい、こんにちは。この早のオッチです。今回はインターネットラジオのポッドキャストを超手軽に配信できちゃう、スマホでできちゃうんですけど、その方法とアプリについてシェアしたいと思います。どうですか、ポッドキャストやってますでしょうか？音のメディアっていうのはいいですよね。動画よりもこっちのね、やるハードルは低いし、文字よりも伝わるしってことで、音声のコンテンツっていうのは今後どんどん増えていくと思います。なんで今回やる方法っていうのはめっちゃ簡単なやり方なんで、ウェブ初心者の方でもすぐにできると思います。で、実際僕たちもいくつかポッドキャストのチャンネルをこう運営してきましたし、スクールの方で生徒さんとかお客さんにやり方をね、ちょっとお伝えするといい感じで継続できて運営してる方ね、結構いらっしゃいます。で、今回ね、あるアプリ、アンカーというアプリを使うんですけれども、これすごい良くて、例えばそのアプリ内でもポッドキャストの配信できるんだけれども、加えてポッドキャスト、 iTunes のポッドキャストとか Spotify とかね、そういう別のプラットフォームにも実は同時配信ができちゃうんですね。そのプラットフォームによって配信の時間差なんかはあるみたいなんですけども、一つのアプリで複数のプラットフォームに広げられちゃうっていうのは、これかなり優れた機能なんじゃないかなと思います。で、まあ難しいことで、ね、使いこなせないよって方は、まず収録して配信するだけでもまず練習になると思いますので、一緒にねやっていければと思います。ではいつものようにやっていきましょう。はい、では今回はですね、アンカーというスマホで手軽にポッドキャストが配信できるアプリの使い方を紹介していきます。こちらお手持ちのスマートフォンのアプリストアですね、アプリが買える場所、アプリがインストールできる場所っていうストアがあると思いますので、そちらに行っていただいて、アンカーですね、 ANCHOR と入力していただくと、出てくるんじゃないかなと、こういうアイコンですね。で、こちらをインストールしてください。そうすると開けますんで、開くとこんな感じですね。で、僕今回ね、説明にあたってちょっと登録してみてやってみたんですけども、めっちゃ簡単でした。なので流れをね、説明していきたいと思います。で、この聞くってところをタップすると、ポッドキャストをね、こう、聞けるっていうことですね。なんで普段聞いてるポッドキャストも、ここから聞けるってことですね。なんで今回は聞くっていうよりかは自分が配信するって方なんで、基本的にはツールってところ、プラスのところ、こちらを使っていきます。で、その時期とかバージョンによって使い方変わるかもしれませんけれども、おおよそ同じだと思うんで、雰囲気をね、こう掴んといてください。で、まずここから行く前に、設定をしておいた方がいいと思いますんで、あなたのポッドキャストってところですね、こちらをクリックしてください。あなたのポッドキャストですね。で、ここでちょっと設定をしたいんですけど、ですね、右上の方の3点がありますよね、3点。こちらをタップすると、アカウントの設定というのができますんで、ここからちょっと、やっていきましょう。で、これ設定ね、写真適当に僕の写真を設定してみました。で、ここからアップデート your photo っていうものを選ぶと、こういうふうに写真、既存の写真から選択ってあるんで、ここから選べます。スマホに入ってる写真を設定できます。で、お名前とかをここら辺をいじっといた方がいいと思うんで、例えば、オッチなんで、例えばね、サンプルでやります。オッチ。で、メアドはこれで OK で、で、カスタム URL も設定できるみたいなんですけど、これで利用可能ってなってるんで、このままでいいかな。ウェブサイトは任意だと思うんで、特にいらないかなと思います。OK ですかね。そしたら保存、右上の保存を押してあげます。そうすると今ね、保存しましたと出ました。この辺をね、やっといてあげるといいですね。はい、で、あとは、もう一回この3点を押して、ポッドキャストの設定っていうのがありますんで、ポッドキャストの設定ですね。これも、ポッドキャストのアートっていうのを選べますんで、デザインですよね。写真を検索してもいいし、画像をスマホからアップロードしてもいいし、アンカーに選んでもらうってのもできますんで、何でもいいですね。アンカー選んでもらうとどんな感じなのかな。これがいいみたいですね。とか選んでもらうとか、あと写真を検索ってことで、これアンスプラッシュってところ、無料の写真素材サイト、商用利用 OK の写真素材サイトあるんですけど、そこから選べると。じゃ、例えば、英語で検索した方がいいっぽいんで、ジャパンとかってやると、こんな感じで、いい感じの画像がいっぱい出てきますね。お城いいですね。じゃあお城にしましょうと。で、これ続行するとやると感じですね。そうすると、ポッドキャストのアート、チャンネルアートができますよと。テキストを入れてもいいみたいなんですけど、今回テキストなしでいいかな。入れてもいいんですけど、多分、日本語だとあまりうまくいかない可能性があるんで、これちょっとなしで OK かな。はい。っていう感じですかね。で、続行。この辺も続行するで OK です。一旦決めちゃいましょうね。なんかね、自分のお好みの画像があれば、ここから写真素材サイトから選ぶとかせずに、自分の画像を上げてみることをお勧めします。で、カバーアートを更新って感じですかね。
今作ってるみたいなんで、まあ、こちらで OK かな。まあ切り替わったかなと。ちょっとアングル微妙なんで、また他のに良かった、他のが良かったかなって後悔してますけど、まあいいでしょう。で、ポッドキャストインフォってありますんで、ポッドキャストの名前をここでやってください。何でもいいですね。え、じゃあ、ご自慢なので、おじラジオみたいな感じにしましょうか。で、説明は、これちょっと消して、ポッドキャスト、これ何のポッドキャストですかって説明を入れた方がいいみたいなので、例えば、ウェブマーケティングに関するラジオです。スモールビジネスの方向けです。みたいな感じでこういうふうに簡単に入力します。で、これ、ポッドキャストカテゴリーっていうのはおそらくカテゴリーなんで、まあ、ソサエティ、カルチャー、スポーツ、リクリエーション、なんでしょうねということで、ヘルス、ゲームス、エデュケーション、コミュニケーション、エデュケーションですね。エデュケーションにしましょう。で、まあ、日本語にすると。この辺もチェック、このままで OK かな。そしたら、また右上の保存を押します。はい。で、保存を押すと、これ、オジラジオが出来上がったということですね。で、この辺を最初に設定しておくといいのかなと思いますので、あなたのポッドキャストというところから、これを設定すると。で、ツールに行ってみましょう。ツールでもう配信をしてみたいと思うんですけど、ツールを押したら、開始するにはここをタップって書いてあるので、もう一回プラスマーク、この紫のプラスマークを押します。で、まあ、録音、音声メッセージ、ライブラリーっていうふうにこれ選べるんですよ。これね、あの感想、サウンドとか曲とかこうやって入れられるんですけど、なんか Spotify なんかと、あと Apple Music 会員登録してあれば、そこの音楽なんかも使えるみたいですね。まあ、使う際にはね、ちょっと音楽の著作権なんかをね、ちょっと確認はしてほしいんですけど、まあ、ここからできますと。で、まあ、録音が基本的にポッドキャストだとメインになってくると思うんで、まあ、録音を押します。あ、ちなみに音声メッセージ、始まっちゃいましたけど、ここの、すいません。音声メッセージっていうのは何かっていうと、まあ、そのリスナーから音声メッセージをもらうなんていう、こうコミュニケーションを取れるみたいなことらしいですね。はい。なんですね。さっきのね、やっていきましょう。で、まあ、録音ってありますんで、こちらのマイクボタンをタップします。はい。ということで、今、録音が開始されているレコーディング中ですね。はい、どうも、こんにちは。オジラジオ一発目、今日やっていきましょう。みたいな感じで、やったら、これ、停止、×を押します。そうすると、次何をできるかっていうと、バックグラウンドミュージックを追加しましょうってことらしいので、バックグラウンドミュージックを追加をちょっとタップしてみると、こう選べるんですね。これ聞けるんですけど、ちょっと今これ撮影中なんで、聞くの微妙なんで、実際皆さんはこれ聞いてみてくださいね。まあ、穏やかなやつがいいのかな。これをじゃあプラスを押します。そうすると生成してくれて、まあ、リトルパウダーっていう音楽が決まりましたと。そしたら保存を押します。紫のところですね、保存。で、まあ、これ名前、このセグメントの名前を付けたいので、まあ、なんでしょうね。まあ、01とか、まあ、タイトル付けた方がいいので、挨拶みたいな、初回の挨拶、初めの挨拶みたいな感じでやって、まあ、エピソードレコーディング追加を押します。そうすると、まあ、公開しますかって出てくるので、まあ、まだしない、はい、公開しますって選べるんですけど、まあ、まだしないを今回やってみようかなと思います。そうすると、録音されたエピソードっていうものが、ここに一覧表示されるんですね。まあ、1個しか撮ってないんで、これが出てくるんですけど、で、ここで、ま、聞けるわけですよ、ここね。聞けるわけです。これ、聞けるんで。今ね、あれが入ってないので、音声入ってませんけども、こういうふうに聞くことができます。はい。で、聞けてるのかなこれね、もしかすると。はい。っていうふうに聞くことができます。で、これね、聞いてみるとわかるんですけれども、BGM ね、挿入したと思うんですけど、最初、こう、オープニングみたいに盛り上がってくれて、その後、僕が話し始めるときに音量がダウンしてくれて、で、また話終わるときにまた音量がアップしてくれるみたいな感じで、本当にラジオみたく作りができるんですよ。聞いてみるとわかるんですけど、ね。今、録音が開始されてる。なんでね、ぜひちょっと聞いてみて、録音してまず聞いてみると。公開する前にちょっと聞いてみるといいかもしれませんね。リング中ですね。ここからこう聞けます。はい。で、これやった後に、戻りましょう。左上から戻って、初めの挨拶 OK だ。あ、じゃあこれでもう OK だなってなったら、公開するを押していただいて、まあ、ここからプレビューも聞けるんですけど、エピソードのタイトルですね。まあ、じゃあ、オジラジオの、が始まりました。で、こういう文言をやると。まあ、これで、初回の挨拶ですみたいな。例えばね、最初なんでこういう形で始めて。で、説明は、タイトルなんで、初回の挨拶ですでしようかな、タイトルは。挨拶だけ。で、エピソードの説明は、さっきの、が始まりました。
初回の挨拶です。これでいいかな。まあこんな感じで説明をしてあげると、はい、な感じですね。まで完了を押すと、そうするとエピソード公開っていうのに行けますんで、まあシェアで、ツイッターでシェアするのかってもできますけども、どちらでも構いません。エピソードを公開しましょう。はい、エピソード公開中ということで、無事にね、これ公開がされましたよということで、まあ共有できる、ここからできるみたいなんですけど、まあこのままでいいでしょうという感じですね。そうすると、アンカー上で、この初回の挨拶ってやつが今配信されています。そしたら、この自分のアンカーのね、このチャンネルの URL っていうものを誰かに送ったりすると、このアンカーの中で、ポッドキャストが聞けますよということです。で、さらになんですけども、もし、もう iTunes のポッドキャストとか Spotify の方にも流したいと思ったら、パソコン上の方で、まずもちろん、ポッドキャストの URL とか Spotify の URL を設定しておく必要があるんですよね。で、設定をしておくと、今公開しましたけども、公開と同時にそういった他のプラットフォームの、まあ、メディアにも配信されるということです。配信時間はね、そのメディア、プラットフォームによって、例えば、20時間、30時間、50時間かかるかもしれません。ただ、同時に、ワンクリックでね、他のプラットフォームにも行けますんで、それは便利かなと思います。まず今回、アンカー使ってこんな感じで配信方法を説明しましたので、ぜひね、まずアンカーで、ポッドキャストを配信してみるというところ、まあ、基本的な操作をお伝えしましたので、ここまでまずやってみましょう。はい、いかがでしたでしょうか。結構簡単にもうタップしてればできちゃうみたいなって、すごい直感的ですよね。で、驚いたのがね、BGM が最初盛り上がって喋り出すと小さくなって、で最後また盛り上がっていくみたいな、もういかにもラジオみたいなのが自然にできちゃう、自然に編集されちゃうっていうのがすごいところだと思います。あとはそのポッドキャストとか Spotify とか別メディアにも自動でいけちゃう、同時でいけちゃうので、これまた便利ですね。なんで、スマホ持ってる方であれば、1個ね、入れといていいアプリなんじゃないかなと思います。あとはそうですね、スモールビジネスのウェブマーケティングっていう観点で言うとですね、ポッドキャストどういう風に活かしたらいいかっていうと、やっぱりもう接触の1個かなと思います。販売とか集客っていうよりも、やっぱり接触を保つっていう1点に絞って取り組んでいった方がいいんじゃないかなと。で、接触なんで、やっぱり1回だけとかじゃなくて、継続して、ポッドキャストを、音声をこう配信していく必要があるんですよね。なんで、まあ手軽さっていうのは重要だと思うんで、こういったアプリを使ってまずは手軽に配信してみるということをやってみてください。今回の内容は以上になります。ちょっとでも面白かったとか、へえそういうのあるんだと思っていただいた場合にはですね、いいねボタンとかチャンネル登録の方よろしくお願いします。これからもスモールビジネスの現場からお届けしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、ごきげんよう。